3センチ切るともう十分ですね。もともとは舌とか口とかそんなに大きい子じゃないから。はいはいはい。血管のあの底に沿って切ってるから、じゃあさ、はい、ちょっとあの左右にちょっとずれたりすることもあるんだけど、はい、まあそこはまあそういうもんだと思ってください、うん、なるべく出血させないように。じゃあ麻酔の注射します、はい、ちょっとチクチクとするけど頑張ってね。ここは ここ痛いとこです。ちょっと自分で切ってみたことある？まだない。はい。ない。はい。ごめんね。今度裏側行きます。麻酔終わっちゃったらもうそんな痛いのじゃないか。はい。あとちょっと唾液がちょっと口に含んで、ちょっと麻酔が苦いかもしれないけど、これ飲み込んじゃっても大丈夫ですから。はい。じゃあ始めます。はい。そうだ。はい。うん。多分大丈夫だと思う。はい。じゃあ始めます。はい。大丈夫、痛くないね。はい。はい。ちょっと焦げる匂いがして、ちょっと、あれだけ気分悪くなったら教えてね。はい。ちょっと休み休みやります。あとはもうずっとこんな感じです。はい。
はい、ベロ、あの、あいうえおって言ってるな。パピプペポ。はい。パピプペポ。パピプペポ。はい。はい、終わりです。お疲れ様。ありがとうございました。はい。じゃあちょっと。